はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4。今最後回締めはが綺麗だったのは。動画のタイトルにもあるように、番外編というわけで、何をするのかというと、この動画外で発展させてきたサンクチュアリーヒルズの、紹介と、あと今回の動画から、新たなモッドを、11種類追加したので、その11種類追加したモッドの紹介、細かい紹介をメインにやっていこうと思います。で、今この画面で、今、バニラでフォールアウト4を遊んでる、もしくは、プレステ4や Xbox One で遊んでいるという人は、ちょっと違和感を感じるような画面になってるんですが、その辺も全てモッドによるものなので、説明していきたいと思います。で、その前に、パソコンのスペックアップをしました。これはパソコンに詳しい人なら、わかるかな？僕はこれまで NVIDIA の GTX670 を、2枚 SLI でフォールアウト4をプレイしてきたんですが、この動画から GTX980 に乗り換えました。まあなので、もうちょっと画質が良くなるかなといったところで、これでモッドの心配も今後はきっとないでしょう。じゃあまず早速モッドの紹介をやっていこう。じゃあ最初に、バッツ強化コンバットライフル。これでいいかな。武器を持ちます。これまでは、銃口を前に向けて歩いたり、走ったりしてたんですが、銃口を常に奥に向けながら歩いたり走ったりしてるっていうのはちょっと、姿勢が変なので、そのアニメーションを忠実にするモッド、これは武器を手元に寄せて移動可能にするアニメーションモッドで、こんな風に三人称で見ても、手元に持って歩いたり走ったりすることができる。で、敵がいたりしたら普通にエイムしたりすると、またこのような姿勢に戻ると。と、まあこんな感じの、見た目を良くするだけのモッドかな。このモッドは、ロワード・ウェポンズ・モッド。じゃあ、次に紹介するモッドは、これめちゃくちゃ便利なモッドで、ワークショップを開いて、こういうパワーパイロンだったり、あとはこういう階段だったり、この辺は普通にスクラップを選択して解体することができるんですが、これ以外のこの道にあるこの草だとかをデフォルトではスクラップができなくて、ちょっと見栄えを気にする人はちょっとこれ嫌だなって思ってると思うんですが、このモッドによってこういう、なんとコンクリートの隙間からはみ出てる草木だったり、瓦礫だったりをさらにスクラップ可能にするモッドで、これで、まあ、これもスクラップできる。そしてこういう民家に引っ下がってるこの草木もなんとスクラップできちゃう。これもスクラップできる。これもスクラップできる。と、まあどんどんね、見栄えを良くすることができると、清潔感漂う街づくりを可能にする。このようなもっと、他にもサンクチュアリーヒルズ以外の拠点でも今アップデートが行われてて、どんどんスクラップ可能になるアイテムが増えていっていると。このモッドは、スプリングクリーニングモッド。これは非常に便利なモッドです。じゃあ次に、この電線。本来この電線はこんなに長く引けるものじゃなくて、少なくとも大体この家からこの家まで引いてるこの電線の距離。大体これぐらいが電線を引ける最大距離で、電線を長く引くには、デフォルトだと、このパワーパイロンだとか、鉄塔だとかを立てたりして、いくつか中継させて、線を引く必要があったんですが、このモッドによって、電線を引く距離が無限になりました。まあ、なので、あんまりこういうパワーパイロンだとかを立てなくても、どこまででも電線を引っ張ることができると。まあ、なので、この建物間で、この電線が、つながっていると。このモッドは、ロンガーパワーラインズというモッド。電線の接続最大距離を伸ばす。これは非常に便利。まあ、なので、電源供給の装置を置いたら、もうそれで、どんどんこの電線を伸ばしていけるので、どっか一つの場所に、そのパワーを置いておいて、あとは街全体に電線で引き伸ばすことができるということが可能になる。これは街づくりの上で、結構見栄えをよくできる便利なモッド。
じゃあ次にクラフトアイテム関連のモッドで、クラフトアイテムで、制限されていた、公式が何らかの理由で制限されていた、アイテムがいくつかあって、それがおよそ114種類、その114種類をオブジェクトとして配置可能にするモッドを導入して、なので、この木、あとこの木は本来、設置できないアイテムで、このようにいくつかのアイテムが増えてます。でこれはツリーの構造物で、まあ、木だね、いろんな種類の木がさらにオブジェクトとして設置可能になったといった感じかな。これでさらにオブジェクトの配置がはかどると、ツリー以外にもこういう岩だとかも、こういうでっかい岩だとかも置くことができて、さらに普通に冒険だとかしてたら見かけるようなこういう車、バス、こういうぶっ壊れ、まあ動かせはしないんですが、こういう車だとか、あとはなんだろう、これヘリコプターだとか、よくわかんない乗り物も、よくわかんない乗り物も配置可能にしちゃう。もっと他にもいろいろあったはず。このような大砲だとか、あと別の種類のベッド、2段ベッドもあるね。あとは、あっと、行っちゃった本来置けないようなまた別の種類の椅子、あとはこのような、なんだろう、ファミレスとかにあるようなこのような椅子、あとカウンターも置けてる、カウンターも置いたりすることができる。で、どこだったっけな、向こうの方にサンクチュアリの奥の方、このゲート、このゲートもこのアンロックされたアイテムで、どれだったっけな、カスタムドアの、これだ、ちょっと曲がってるな、これで設置したゲートで、まあ、ここに本来家のコンクリートがあったんですが、それをスクラップしちゃって、まあ、こっちになんとなくこのバスケットボールのホープを立てたりボールを置いたりしたといった感じかな。オブジェクト114種類の設置を可能にするモッド、これはセトルメントサプリーズエクスペンデッドモッド。じゃあ次に紹介するモッドは、このやたらなんだか明るいこのサンクチュアリーのこの道に無操作に置かれているこのランプで、このランプもモッドで増やしたものです。ランプは本来この家のここに置いてあったんですが、これは決して作れるわけでもなく、そしてこれを移動させることもできないと。まあなのでこのように明るさがあるランプをオブジェクトとして設置可能にするモッドが出たと。でおまけにこれの利点は、明るさを放つこのランプは銅が必須で、銅を集めるのが結構辛いんですが、このランプは銅が必要なくて、木材やらオイルやらがあれば置くことができると。まあとりあえずこの街本当に暗いので、なんだろう、マインクラフトの松明感覚でとにかくランプを無造作に並べて結構明るくなったんじゃないかな。サンクチュアリの街が前までこんな明るくなかったからね。でそのランプはというと、これだ、ランプが全部で3種類あります。ちょっと3種類並べてみようか。これがデフォルトのオイルランプで、こっちはデフォルトのオイルランプよりさらに明るいオイルランプで、これはちょっと明るさが控えめのオイルランプと、まあこの3種類のランプが使えるようになったというモッドかな。あと向こうの方にこれだ、焚き火、キャンプファイヤーモッド、これも、ランプ同様に設置可能になったオブジェクトアイテムで、これもデフォルトで置ければそれでいいと思うんだけど、残念ながらデフォルトではないアイテムなので、これも同不要で設置可能になると。これも確かキャンプファイヤー3種類あったはず。これだ、並べておいてみようかな。これがまずデフォルトのキャンプファイヤー、そしてコンクリで囲まれたキャンプファイヤー、
そして控えめのキャンプファイヤーと、この3種類を新たに置けるようになったと。ね、とにかく明るさを欲している人には、非常にこの2つは、ランプとこのキャンプファイヤーモッドは便利かな。まあこんなところで。さてじゃあ次に、今度はインターフェース関連のモッドかな。アイテムを見てみよう。インベントリーの、例えばこういう薬だとか、どのアイテムが薬品で、どのアイテムが食品で、どのアイテムが汚染されてる食べ物なのかが、ちょっと分かりにくかったりしたので、そういうのを分かりやすくするこのモッド、アイテム名先頭に、そのアイテムがどういうアイテムなのか、ジャンルを表示してくれるモッドで、これは日本語にも対応してて、例えば、まあ、この辺は薬品っていうアイテムですよっていうのが分かって、こっちは食品で、このアイテムは汚染されてますだとか、お酒、武器は一括して武器なので、武器は特に何もなしで、あとは何だろう、まあ、弾薬ですよっていうのも分かったりすると。食品の種類は結構あるけど、ただお腹を満たすものだったら全部一括して食品であることに変わりはないので、これでどのアイテムをどう使えばいいかはちょっと分かりやすい指標になるのかな。またこういう住民にも、今まで見た中で一番大きな町よ、ちょっと物を交換したい、こんな風にこのアイテム交換のインターフェースでも、このようにアイテム名のジャンルが先頭に表示されると、これは非常に分かりやすいといったモッドかな。このモッドは、アイテム名先頭にジャンルが表示されるモッド、ベターアイテムソーティングジャパニーズトランスレーションモッド。さあ最後に紹介するモッド、これはちょっと比較対象がないんですが、この橋で、橋を見てみようか。橋のこの木材の質感、ちょっと以前よりこのリアルになってて、このコモンウェルスのこういう木だとか、こういう川の石だとかがさらにリアルにリテクスチャされるという、まあ、リテクスチャーモッドだね。こういう質感がさらにリアルになるといったモッドかな。これは落ち葉だとか地面だとか、そういう岩だとかが改善されるリテクスチャーモッド、ビビッドフォールアウトランドスケープステクスチャーイン HD モッド。さて、その他のモッドは光源調節モッドだったり、あと円形改善モッドだったり、あとパフォーマンス向上モッドだったりするので、ちょっと説明は省きます。今回追加したモッドはすべて動画説明欄に記載しておきます。で、現在サンクチュアリーは人数20人、最初5人だったからね、もう4倍まで増えたね、住民が。満足度も今70。もうちょっとね、寝床をしっかり明るいところに確保していきたいところだけど、このようなモッドでいろいろ便利なことができるようになったので、いろいろ助けにはなると。で、こっちの建物にもある程度明かりをちょっとずつ灯してきた。あと灯さないといけないのはこっちの方の建物、ここちょっと暗いな。ランプ、あ、まあランプ置いてもいいけど、とりあえず電球を、これ電球をちょっとね、しっかり天井にくっつけられなかったりして浮いてるように見えちゃうけど、これはしゃあない。これで OK で、またスクラップモッドで、こういう家の中に入ってしまってるこういう落ち葉だとかもスクラップできてしまうと、これ本当にいいね。ちょっと見栄えをどうしても気にしてしまう僕にはかなりモッドといった感じかな。はい、というわけで、特に新たに作った建造物とかはないんですが、モッドの導入だとか、あとクラフトだとかでサンクチュアリはこんな感じになってると。まあこれからもどんどん動画外だとか、もしくは動画内であってもどんどんサンクチュアリを発展していって、いい加減ある程度サンクチュアリを発展させていったら、他にもたくさん居住地があるので、その辺も今こんぐらいある、
どんどんいい加減発展させていかないといけない。今サンクチャリばっかり発展してってるからね。そういったところかな。それでは、じゃあ今回はこんなところで、また便利なモッドがあればどんどん導入していって、おのずと紹介していきたいと思います。住民も結構集まってる。それじゃあ、番外編、今回第1弾かな、第2弾があるかわからないけど、今回はここまでにして、次回はじゃあ、そうだ、メインクエストのケロックの居場所らしい場所を見つけたので、そこのメインクエストを続けていきたいと思います。じゃあ今回はこんなところで、今日も一日激務だ。はい、ご視聴ありがとうございました。楽な暮らしではないけどね。人は過ちを繰り返す。1945年、兵役についていた俺のじいさんのじいさんは、いつになったら妻とまだ会ったこともない息子のもとへ帰れるのだろうと思いを募らせていたようだ。同じ年にそれは叶った。アメリカが広島と長崎に原子爆弾を投下、第二次世界大戦は終戦を迎えた。人々は世界の終末を待つ身となっていた。だが驚くべきことが起きた。人は原子力を武器としてではなく、無限に近いエネルギーの源として活用し始めたのだ。ただの SF だと思われていたテクノロジーが生活を一変させた。家事を担うロボット、原子力で動く車、携帯できるコンピューター。だが21世紀になり、アメリカンドリームは終わりを告げた。長年の消費によって主要な資源が枯渇し、世界は崩壊しつつある。平和は遠い昔の記憶となった。2077年現在、総力戦は目前だ。不安が募る。自分自身、妻、そして幼い息子のことを思うと、兵役で学んだ教訓はただ一つ。人は過ちを繰り返す。